やっぱりそのシングルを作るっていうと、大体例えばそのヘッドの曲があって、あとまあ2曲ぐらい、ボンボンと曲が入ってる、3曲ぐらい入ってる作品になるのが普通なんだけどね。コンセプトで言うとちょっと大それてるけど、やっぱなんか一つの作品として、起承転結があるような作品作りたいなというのはまずあって、その中でまあ曲ができた時に、頭にこう口笛で僕たちがまた今からは進むんだっていうところと、最後の、やろうと思うテーマっていう曲との、そのメロディーとの、関係性も全部ひっくるめて、なんかそういうふうにやりたいなというのがあったかな。ちなみに口笛は俺一人で吹いてます。そう。意外にね、これが面白かったのが、翔平とね、うちのケンがね、口笛が出ない人だったんですよ。メンズなのに。で、あれね、えって思って。3テイクか4テイクぐらい重ねたらね、意外にそれっぽくなるんだなっていうの。一人なんだけど、一人で4回かな？ 4 回吹いて、吹いてやったんやけど、意外に吹けないメンバーがいたから、ライブでは再現しません。ギターでやると思いますね。この間、去年に「ワオ」っていうアルバム出してね、でそれである程度そのエッセイのもう一つの、もう一個先の間口を広げたアルバムだったと思うのね。これぐらいのやれる可能性みたいなのを出せたアルバムの中で、次じゃあシングルって何やるかって言ったら、そのエッセイの持ってる、その一本筋取ってる、その俺らのがやりたい音楽と、それでもちろん、コムレーズが求めてるそのファイトソングっていうのをなんか一本筋通そうっていうのがなんかあったかな、今回は。だから熱いもんとかだったら強いもんにしようぜっていうところがあって、強いっていうことは何もそのサウンドがこうおどろおどろしいというよりか、軽いキャッチなもんでもやっぱ強いものであるという、なんかそういうものにしたかったかな。まあ、でも今回言ったのも俺対俺だよね。俺対ワードになってんだけど、やっぱり自分に厳しいけど、たまに自分に甘いよって言いながら、それがでも人だよ、人なんだよね。だからでもそれでもやっぱりやったらんかいっていう思えば、ずっとここに持っとかなきゃいけないよっていう、俺対俺がすごくあるような気がしてね。ものすごい人間らしいっていうか、そうだね。人らしい歌だよ、歌だ言うてね。も。たまに自分に甘いぜ。甘いよな、それ。甘いよ。あれも。まあ、今日いいかとかさ。あるあるある。でもらしいよね。それはとってもらしいと思う。もう、使えるイケイケワード、あと何あるよ。アホボケかす。アホボケかす。それは、岸和田になってまうけど。それ岸和田、そっちじゃないんだよ。なんか、こう。でも大阪弁やもんね。大阪弁や。やったらんかーい言うてるから。そやな。あれは言う、ハマりいいんだよね、ロックに大阪弁ってっていう部分はあるもんな。あれ、名古屋弁、岐阜弁やったら。行こまーいって。行こうて、行こうて、行とか。こうて、て、て、て。なんか乗らない。抜ける。京一がね、直樹ちゃんがあんま映ってないという。ファンからクレームはいただきました。だけど、それも言った。だからポスタージャケットなんで、自分の好きなものをジャケットにできる。好きなところで折ってジャケットにしといてくれと。できるというね、そういう特典があるから。ちゃんとタイトルも入ってるから。そう。すべてのこの4つね。4つのパターンがあるっていうね。そうそう。だからそれはもう開けてのお楽しみっていう。楽しみ。で、好きな、その SA のメンバーの好きなやつのを表示にしていただければ。でもそういうことやね。だからそういね、うこと。ちょっとこう飾りになるよね。ちょっと今回こっちにしよう、そうだ。こっちにしようとか言って遊べるんで。やっぱな、ライブ写真がいいなって言ってたんだよね。なんか今までいろいろやっぱりこうアートワークみたいなところっていろいろね、その凝ったりしたんだけど、やっぱりシングルだし、その SA の良さって何なのって言ったら、やっぱライブだなっていう。で、ライブの熱量を感じる写真を撮ろうっつって、長野のライブの時に撮ったんだけど、なんかその熱量を感じる写真を撮ってくれとカメラマンと話しててね。だから中に入り込んで結構撮ってくれたんだけど。面白かったな、あのライブね。まあ、あのライブは面白い。すごい面白かった。だからね、今回、ツーマンツアーとかも全部終わりましたけど、で、その前の、アルバムツアーとかもいろいろあるんだけど、ほんま一発だけのために、ああいうね、日頃やんねえやつ。やんねえやつばっかりやったやね。んねえ、だってバッドメサイアやったもん。バッドメサイアもやったし。なかなかね、いい感じですよ。ただね、あんまり客の方見れてないというね、恥ずかしくて。16年もやってるよね。俺らね、もうバッチリっすよ。もうなんかね、ステチリバツ、チリチバツ。リバツなんだよね。そういう言葉使うからダメなんだぞ。ほんまでもね、なんかね、怖いもんないんだよね。だからもう、めっちゃおもろくなるのは当たり前やし、俺ら一番かっこいいっていうとこ見せっから。それは言えるね。絶対自信あるもん。ごめん。ごめんな。ごめんな、ほんま自信ある。俺らかっこいいんだよ。たぶんパンクマンだとナンバーワンじゃん。
褒めてもうた。どうしよう。ええー、ちゃうだって、まあ、今日はプライベートの二人やけど、うん、リーゼントが50過ぎて似合うのはこの人だけですよ。そして、もう俺は世界一のスパイキーまだ守ってるんで、どうぞ見てあげてください。やったろうぜ。やったらんかーい。